STS-79 は、スペースシャトルの79回目のミッション。アトランティスの17回目の飛行で、シャトルミール計画の一部であり、ミールに、設備、物資、交代要員を輸送した。アトランティスでは、乗組員によって様々な科学実験が行われた。完全に組み立て上がったミールとシャトルの初めてのドッキングであり、シャトルとミールの4回目のドッキングであった。 打ち上げ前の移動式打ち上げプラットフォームに乗ったアトランティスの髪型からのズドッキングを解除したアトランティスから見たミール STS-79 はプリローダの到着で宇宙ステーションミールが完成してから最初のドッキングであったアトランティスは 1821kg のアンドロジナスドッキング機構を搭載していたこの飛行はロシアのミールに滞在後 アメリカ人と交代した初のアメリカ人クルーのシャノン・ルシットの地球への帰還とミールとの4度目のドッキングがハイライトとなっている。彼女は3月22日に STS-76 でミールに到着し、その後の宇宙での滞在期間の188日間は当時のアメリカの新記録であり、女性宇宙飛行士の宇宙滞在記録でも世界一となった。 ミールに到着した後任はジョン・ブラハであり、彼は1997年1月にジェリー・リネンジャーと交代で STS-81 のクルーとして地球に帰還した。STS-79 はシャトルとミールのドッキングを支援するスペースハブモジュールの2度目の飛行でダブルモジュール構成のスペースハブの初飛行であった。ダブルモジュールのうち前方は シャトルの宇宙滞在中前機関でクルーによって実験が行われていた。ダブルモジュールの後方は、ミール向けの輸送装置で、食料、衣類、実験具、消耗品、予備機器などが含まれていた。モジュールの重量は 4774kg であった。シャトルとミールの通信接続は、アールバーキン節の後の9月18日の15時13分に行われた。 ハッチは9月19日5時40分に開けられ、ブラハとルシットは11時に交代した。ミールでブラハを迎えたのは、ミール第22期長期滞在の司令であるワレリー・コルズンと、フライトエンジニアのアレクサンドル・カレリであった。5日間のドッキング中、ブラハとルシットの2人は、物資、食料、アトランティスの燃料電池から発生した水など1 8 1 4ラムを超える補給品を、 ミールに運んだ。軟骨の開発研究のためのバイオテクノロジーシステム、高温超電動材料の電気的特性を測定する、マテリアルインデバイセズアズスパーキンダクターズ、商用バイオプロセッシング装置など3つの大規模な実験や自己完結型水システムを含むいくつかの小実験も移動された。 おおよそ9 0 7キログラムの実験資料と装置がミールからアトランティスに運び込まれ、ステーションに出し入れした合計の重量は最も多く記載されているもので2 7 2 2ラムを超えている。ルシットは6ヶ月間の滞在中に先進技術、地球科学、基礎生物学、人類生命科学、微小重力研究、宇宙科学など様々な分野の研究を行っていた。 具体的には、ミールでの電離放射線レベルを把握する、環境放射線測定、特に小麦など植物への微小重力の影響を研究するためのグリーンハウス統合の植物実験、長期宇宙飛行が人間の免疫系や与える影響のデータや血液、唾液などの資料を集める、体液性免疫機構の調査などの実験が含まれた。 これらの研究のうちいくつかは、ルシットのミール滞在中に到着したプリローダで行われていた。宇宙で最大871度までの加工が可能な、新設計路のエクストリームテンパチャートランスレーション、ファーネス、12の異なる、タンパク質を含む128の個別資料を補う、コマーシャルプロテインクリスタルグロース、地球の表層土砂の地震や地滑りでの挙動に、 関連する非凝修正の粒状材料の挙動のさらなる理解のために設計されたメカニクス・オブ・グランヤラー・マテリアルズの3つの実験はアトランティスでも継続された。他のシャトル・ミールでの飛行と同じく国際宇宙ステーションの開発リスクを減らすのを助けるためのリスク緩和実験が行われており、ペイロードに対する振動や その他の衝撃を緩和するように設計された実験用だなアクティブラックアイソレーションシステムが初めて利用された。STS-97 の終わり近くにはアトランティスの軌道を下げるための小型バーニアジェットの利用試験が行われた。ナオルイのマニューバは第2回ハップルサービスミッションの STS-82 の際の終わりにも ハップルをシャトルのペイロード米に搭載した状態でリブースとして軌道を上昇させるために利用されている。ありがとうございます。